バナ番組のグッドヤハセと申します。今回は真っ暗第73回です。はい、録画したのは2018年2月23日です。僕の著者名はグッドヤハセで、主に女性向けの恋愛シナリオを10冊以上書いています。今日ご一緒してくださるのはアイリナさんです。アイリナです。あ、なんかいる。こっちにするんだったらですよね。はい、今日の流れは2人の近況を述べた後、恋愛のチップスについて述べて、今週のニュースに一点他のコーナーをしていきますと。で、最後に宣伝をします。近況なんですけど、何かありました？近況にしますね。近況します。近況は、はい、映画でね。映画、はい、映画見て、結構見てるんですよ、合間合間に。合間合間。はい、合間合間。偉い偉い。週1本ぐらい。50本ぐらい。2週に1本ぐらい。うん、25本ぐらい。うん、年間。はい、何見ました？スターウォーズ。うん、あのグレイテストマンショーっていうのをやってて、なんか今ミュージカルの、はい、ララランドの次にミュージカルみたいな感じで、グレイテストマンショー、グレイテストかな、うん、なんか日本あれだと。はい、それで、それで、うん、それを見ようとしてたんですけど、うんうん、パディントン2っていうのがやってて、はいはい、私あんまりそのなんか映画でわざわざ映画館で、はい、動物ものを見る人間ではないので、うん、動物もってなんかね、ちょっと勇気っていうか、うん、そう、なんか覚悟がいりますよね。ですよね、うん、なんですが、口コミがすごい良くて、パディントン、そう、ちょっと今グレイテストマンショーを調べた直後にパディントンに行っちゃう。ちょっと待って、パディントンね。それで、うん、パディントンがちょうどもう終わりなんですよね。今日が最後、そうで、そこの映画館では最終日だったんで、はい、もう見るしかないと思って、なるほど、見たんですよ。朝一だったから。熊のパディントン、あ、これずっと前からあるよね。そうですね、その1があったみたいで、それは2なんですけど、1の CM しょっちゅう見たな、この熊の。本当？あのイギリスのね。そうです。あ、そうそうそう、そうです。それでこれ子供向けじゃないんだ。子供向けじゃなかったですよ、子供も多分いいけど。で、一人でも貸し切りだったんですよ、映画館が。そういうことね。そう、誰もいない、最後、ね、誰もいない。そう、誰もいなくて、カップルシートっていうのが6000円ぐらいであるんですけど、ちょっと座ってみたりして、どんな感じなのかな、じゃあ座り心地がいいのかなとかね、とにかくいろんなところ座って。ここはあれがないのかな、いなくて、そう、2つ2つだったんですけど、ね、角度的にいいのかなと思ったら、そんなに変わらなかった。まあね、うん、カップルはむしろ追いやりたいからね、うん、めんどくさいから、うん、まあそれ置いといて、うん、そう、だけど口コミ通りだった、本当に泣けて声出して笑っちゃったりしますし、あと泣けるって言ってもさ、なんか伊集院光が言ってたけど、はい、泣ける映画といい映画は必ずしも同じとは限らないみたいな。そうですね、でもいい映画だ、かつ泣けるんだ。そうですね。でも終わっちゃうんだ。終わっちゃった。終わっちゃった。今日ぐらいに終わっちゃう、関東では最後が。それ1を見たと大丈夫なの？大丈夫で。で、1を見たい。1は、そうですね。なんでやねん。なんか、口コミが1より良かったっていうのが多かったから、1は。へー。でも、本当になんか、ちょっと見たくなるようなイントロをちょっと。え、イントロですか？だからその、映画のことをあんまりバラさずに、僕は行きたくなるような。ここ、なんだろう、心が温かくなって、いいかな、じゃあ別に見なくても。クマが、これは別に行きたくなるようなイントロじゃないんですけど、はいはい、なんか全然可愛いとか思ってなかったんですよ、パディントン。可愛くなっちゃうね。すっごい可愛くなってしまいますよ、見終わったら。もう本当に愛おしいみたいな。そう、あ、そう、こういう感覚ってあんまないなと思って。オッケー、じゃあ次行きましょう。はい、博士は、僕は水曜日にミコリーさんがゼミに来たんです、はい、ね、出演されて、出演されて、うん、特別ですか？特別出演、うん、だってオーストラリアに住んでますから、はい、今日本に来てるんですけど、うん、で、まあ発表は見てもらえばすごく良かったんですけど、その後で飲みに行こう、うんうんうん、みんなでね、うんうん、で、僕は夜、早く帰りたいんですよ。もう9時以降はもう痛くない、もう眠りたいみたいな、はい、9時にはここを出たいっていうね。でも一緒にまあね、うん、そうですね、オーストラリアから来てますし、うんうん、で10時半ぐらいまで、11時近くまで、まあ、飲んだんですよ。終わってたから9時に終わるんですか？9時に終わって、僕はもう上で実はカレーライスを作ってたんで、カレーを食べた後、まあ、ここを出て11時ぐらいに、帰ろうとしたと、うん、で それから遡ること2日前に、はい、僕の友人
の女性がいて、はい、でその人となんか女性ラッパーみたいな人がいて、あ知ってますよね、はい、うん、その人と僕で飲んだんです、うん、そこで、うん、でもその時は、僕はそのすぐ家に帰りたいんで9時に帰りますみたいな、すごい厳しく毎回言ってるんですよ、うん、一緒に何時から飲んだんですか？7時からあで9時に帰る、まあ、2時間言ってないです、2時間でも十分だみたいな、それあのはお誘いされたんですか？お誘いありがたいですよ、仕事のことで、仕事じゃない全然プライベートでそれはもう一番嬉しいんですけど、うん、でまあ9時には帰りたいということを、あのその女性には口を酸っぱくいつも言ってるわけですよ、うんうん、ね、私は知ってる女性ラッパーですか？違う、そう、あなたは知ってる女性ラッパーです、あー、はい、はい、でもう一人も私が知ってる、そうそうです、その、はい、その2人と僕で食事して、なんかあのそこにあるあのなんかアフリカ料理屋さんで、へー、うんうん、でまあまあそうそう、また今に戻って、あの、うん、その日に戻って、はい、で11時ぐらいにその坂降りてフラフラしてたら、うん、その女性がラッパーじゃない方が、うん、博士とか言って、もう黄色い服着てるんで目立つわけですよ、なんでまだ今でも起きてるんですかみたいな、9時に帰るのに、そうそうそう、うん、毎回もう9時に帰ってるから何があっても、いや、じゃあお先にって出てくるんですか？そうそうそう、その時も、その時もアフリカ料理も、アフリカの時も、うん、うん、結構重要な話が盛り上がってるのに、うん、なんかピロリロリンとかなって、うん、ああじゃあ僕帰りますか、にもかかわらずなんで今日は11時までいるんですかみたいな、うんうん、それがちょっと辛かったね、うん、なんかで説明したんですか？あでもその結局飲み会じゃん、うんうん、まあまあでもその前にゼミがあるから遅いじゃないですかスタートは、その説明ってすごい大変じゃない、まあまあ、それはすごく早口で、実はゼミがその前にあって終わった後で、それじゃあその日じゃない日に飲めばいいじゃないですか、そんなこと疑問に思われるだけじゃん、じゃあどうしたんですか、何も言わずに、へーみたいな、あの今日だけ例外なんですよみたいな、例外があるんでこの人みたいなそうなんだ、だから黄色い服はダメだなっていう、あ目立っちゃう、目立っちゃうんです、遠くから博士みたいな、この渋谷でさえ僕しかいないんですよ、あ近況ですね、はい、はい、そのあの人もアフリカの時は博士お酒あんま飲まないじゃないですか、うん、一杯だけ飲みます、ね、ああそうなんだ、うん、その人たちは飲みますけどね、飲みそう、そう、うん、よし、次行こう、はい、恋愛に役立つチップス、このコーナーは恋愛の記事を読み解説し皆さんの恋愛スキルを向上しようというコーナーですうまくいかない原因はあなたかも、嫉妬深い女の特徴を5つ対処、5つの対処法、はい、はい、これはまあ、読んでもらうと分かるけど、まあ、いつも言ってることではあります、はい、常に彼の愛情を確認せずにはいられない女性がいます、常に浮気をしているのではないかと疑っていて、具体的な証拠もないのに彼を責めてしまう女性がいます、まあ、そういう相談が多いんですよね、相談の中で、例えば彼に愛してると毎日言わせたり、2人の記念日を頻繁に設定する女性、彼のカーナビの履歴を見たこと、カーナビに見たことのない場所があると他の女性とデートに行ったんじゃないかと責めたり、だからカーナビってすごい分かっちゃいますよね、そう、でもちょっと気持ち分かります、分かりますよね、なんか履歴はわざわざ見ないけど、乗った瞬間になんか最後の助手席やつと後ろに行ってるわとか、あとなんかそのか最後に使った場所が、うん、なんか違うところで設定されてると、はい、昨日そこ行ってたのかなとか思ったりしちゃう、そうそうね、でそしたら聞きたくなっちゃうんですね、聞かないけどね、聞かないけどね、うん、まあ聞いちゃう人もいますよね多分ね、あでカーナビによってはなんと車が走ったとかに点がついちゃうところがある時あるんですよ、だから走ってってこんなとこ行ったことないのに点点点点って行った跡がついてたりするんですよ、もうそしたら黙ってられないですよね、で彼がなんかコンビニとかでなんかコーヒー買ってくるわとか言った瞬間にピピピピって履歴見たら違う行き先が、でもなんか、うん、そう、そうなんかそのドキドキ感って嫌ですよね、嫌だよね、そのドキドキ、でも彼、そうそう、それが嫌だと、嫌なんだけど、うん、他の女性とデートに行ったんじゃないかと責めたり、うん、でも責めちゃう人も多いんですね、うん、彼が職場で他の女性と話しているとその女性にアプローチをしているのではないかと問い詰めてしまう女性、まあ、実際にアプローチしている場合もありますからね、うん、このような女性はいずれ恋愛関係を壊してしまいます、でまあ主に原因は5つあると男性の引きつけ方を知らない、これもね多いんです、はい、2番、彼に依存しすぎている、これも多い、3番、彼に期待しすぎている、4番、時間軸が短い、5番、すぐに態度や言葉に出すまず1つ目なんですけれども、
彼女のテンションを高めるために次のような行動を取る男性がいると。これはだから男性の引き付け方を知らないって話ですね。うん、たくさんの女性にアプローチされているなどモテる風を装ったり、わざと他の女性にアプローチする男性、こういうの分かります？分かります。なんか相談であるのは、彼はモテますかって聞くとモテますって言うんですよね。でそれでその中のいくつかにモテる自慢をする男性がいるんですよ。いやそんなの信じるなと。でそういう時ってその中の結構多くがこの彼よりも女性の方が魅力的だったりするんですよね、うん、そうすると俺もすごいぞって言いたくなっちゃうんですよね。でそういうふうに言う、モテる風を装ったり本当にモテてしまう人って隠そうとしたりしますからね。でまた彼女に恋人に対して可愛くないと言ったり、他の女性と比べたりして、なんか今日の受付の子も可愛かったよとかね、その女性の自己評価を下げようとする男性、まあ、こういう人いるんです。これは多くの場合、その男性が女性から正しい愛され方を知らないためにしていることですと。悪気はないんです。だから一生懸命自分の価値を高めて、男性がね、で彼女に嫉妬させて自分に振り向かせようとしているのがこのやり方なんですよ。モテ風を装ったり、他の女性にアプローチしたり、お前可愛くないなとか、他の女性今日可愛かったぞみたいなこと言うのは、そういうなんかチャチなやり方みたいな。ところが男性を知らない女性、自分に自信のない女性は、まあ、ちょっと前にあった相談だと、その女性がバツイチでお子さんがいるみたいな、そうだともう引け目があるので、なんかこうそういうことしちゃうんですね。自信がないので、こう私だって頑張ってるのにみたいなね。で彼の手にまんまと乗り、他の女性に嫉妬し自己評価を下げて、その副作用としてストレスを彼にぶつけてしまう。だから僕は助言するわけですよ、何もするなと。だから履歴を見るな、だから履歴っていうのはそのカーナビとか見るなと、彼が嫉妬させても反応するなみたいな。でも常に我慢してるんで、その女性が自分に自信がなくて、でこの男性が常に何て言うかな、嫉妬させることを言うんで、いつか爆発するんですよね。そして無に帰るみたいな。ここまで何かありますか？ないです。はい、対処法は女性がすべきことは彼のモテ自慢をスルーしなさいと。モテ自慢なんかどうでもいい、悪口を言ってきたら、そういうことを言われると冷めると冷静に注意する。だからなんかこう調教していくんですね、教育していく。彼も正しい愛され方を知っていればそれをしたいはずなんです、うん、こういうふうにした方が彼女が喜ぶし、こういうふうにしたら彼女が僕に引きつけられると分かればそれをするんで、それをするためにはモテ自慢みたいなのをスルーして、悪口を言ったらそういうことを言われると冷めるよと言うと。で彼の悪口があまりにもひどいならば、デートの途中で帰るぐらいの行動を取っていいと、取るべきだ。同時に彼に正しい愛され方を教えましょう。彼がプレゼントをくれたり、デートを計画してくれたり、笑わせてくれたりするなら、全てを心から喜び感謝することですと。で彼は徐々に正しい接し方を学んでいくんですということですね。わかりますか？ないです。よし、次行きましょう。彼に依存しすぎている。2番目、四六時中彼のことばかり考えている女性がいる。そうなんですよね、まあ、恋愛相談してくる女性っていうのは四六時中彼のことばかり考えてるんですよ、うん、でこのような女性は有り余る時間を使って、あれもしてあげたい、これもしてあげたい、こんなデートに行きたいなと考えを巡らせる。一方それに比べれば彼はその女性のことをほとんど考えていません、まあ、仕事とか趣味とか男友達のこと考えていて、もう彼女のことなんか一瞬しか思わないのに、彼女はその男性のことずっと考えてるんですよ、うん、それはストレスがたまりますよね、女性はね。これって脳の違いですか？脳の違いじゃないと思う、まあ、脳の違いもあります、うん、女性の方がやっぱ執着しやすい、うん、なんだろう、そのちゃんとずっとケアし続けてくれないと、まあ、いわゆる妊娠出産子育てという時期が女性にはあるので、うん、男性にちゃんと取ってきたいものをください、ちゃんと守ってくださいっていうのをしなくちゃいけない、うん、男性の場合はむしろその獲物を取りに行くとかね、うん、問題解決する方に頭がいかなきゃいけないともあります。でもあともう一つは、相談しに来る女性っていうのがうまくいってないからね、うん、だから男性も女性に振り回されてる人は一日中その女性のこと考えてるんですよね、はい、でも一方で女性はなんかオーストラリアになんかワーキングホリデーに行きたいとかいろんなこと考えてるんですよね、うん、はい、それはあります、ね、うん、だから四六時中考えてること自体がうまくいかなくさせちゃってますよと、うん、で、ついにはなぜ彼は私がここまでしてるのに何もしてくれないのだろうと思っちゃう。いやそれは彼にとってあなたは、100分の1しか考えてないからですよと。100分の1、1日のうちのなんか20分ぐらいしか、
でもあなたはね、一日考えてるんだから、それはいろんなことをしてくれたりしますよ。また彼の態度に一喜一憂し、彼の言葉の意味を考えすぎてしまう。いや、彼も深く考えて言ってます。いや、僕はプロファイリングするためには彼の言葉をちゃんと分析しようとは言ってますが、一喜一憂する必要はない。なんか彼こんなことしてくれたから嬉しい、彼これをしてくれたから、しなかったから悲しいみたいなことを考えたら、それはストレスですね、ということです。彼がデートの終わりに何気なくため息をつけば、例えばね、私とのデートが楽しくないのかもしれないなと思っちゃうわけです。いや、そんなこと考えてないから、ということです。対処法、これありきたりなんですけれども、彼のことを考える時間を少なくしろと。それだけでかなり解決が近づく。あなたが尽くせば尽くすほど彼はあなたを忘れ、あなたは重いと感じるようになる。一方、あなたは尽くしても安定を確認できないので、さらにつらくなり、ストレスをどんどん溜めていく、悪循環になってしまう。まあ、こう恋愛回路も強まりますよね。彼を思う気持ちが強まる。ちょっとでも思い通りにならなかったら苦しいみたいな。そうではなく、彼の気持ちを趣味とか仕事とか友達などに分散させてください。まあ、あるいは婚活してるんだったら、結婚適齢期だとしたら、他の男性となんか遊ぶでもいい、どっか一緒に行ったりして、それは将来の彼氏になるかもしれないから。で、彼の、連絡や会う頻度を減らすなど、物理的な依存も少なくしましょう。質問ありますか？ないですか？ないです。物理的な依存って何ですか？なんか会えば会うほど、なんだろうな、きっかけが増えるんです、彼のことを考えると。なんでしょうね、会わなくした方がいいってこと。会わなくした方がいい、その間いろんなことしようと。なんか最初は難しいけど、もう無理してやったらだんだんそうなっていきますよね。わかる？やっぱりわかります。そうです最初やっぱ難しくて、やっぱ考えるなって言ったって。そうですね、タバコとかね。でそっちで世界が広がれば、趣味だったり他の友達だったり、無理に自分をそこに行ってみてやっちゃって、そこで広がると彼もちっちゃくなっていきますよね。そう、その通り。なんかニコチンセラピーっていう本知ってます？知りませんよね。僕もタバコ吸わないんですが、タバコを吸う人にとっての名著らしいんです。禁煙セラピーだっていう本があって、でそれで、それじゃないか、もういくつかの本読んでたんですけど、なんでタバコって体に悪いじゃないですか。でも、やめられなくなっちゃうじゃないですか。それってなんか男性と似てるなと思って、体に悪くないの、別に。悪くてもやめられないって意味でね。で何かその禁煙セラピーなりニコチン依存症にヒントがあるかなと思って、いくつか読んでみたんですよ。そしたら1個あって、これも言ったことあるかもしれないけど、最初タバコを吸うのってかっこいいとか、なんかなんだろうな、大人になるとか、そういう些細なことで始めるんです。でもだんだんね、報酬が増えてくるんですよ、タバコを吸うことによる。その話聞いたことあります？例えばこうやって会話してても、会話が、詰まったりするときにタバコに火つけると、ちょっとこうなんていうかな、間が持つんですよね。あとなんだろうな、仕事に行き詰まったときもタバコを吸うと、なんかこう、はあっていう感じ。そう、あるいは友達がそこでできるかも、喫煙所でみたいな風に、最初は予想してなかったいろんな報酬が増えてくるんですよ。それでやめられなくなるんだと、それもあるんだと。だから彼氏といつも関わってたら、彼氏好きっていうこと以外にもなんか報酬が増えてくるんですよ。例えばなんだろう、仕事で行き詰まったら週末彼と映画に行くとか、そうするとなんか、なんだろう、気分発散に彼がなるとか、あるいはなんだろうな、家もまあそんな僕行き詰まってないけど、例えば家で一人暮らしすると、なんかこう退屈だったりとか、その生活感が嫌だったり、でも彼のところに行くとちょっとなんかちょっとした旅行みたいなとかね、そういうのが溜まってくると依存が増えてくるんですよ。でもそれって本当は代替できる、代替、つまり替えができる。でそれがこう無理やりやると、彼氏と離れたこと以外にも、行き詰まったら彼氏のところに行くっていうこともなくなっちゃうじゃん。だからいろんなことが辛くなるんですよ。でもそれがいろんなことが置き換えられればまたやめられる。そうだから、だんだんそのいろんな、でその禁煙セラピーとかそういう本によれば、あなたは彼にまあ大好きだったかもしれないけど、それ以外にも報酬はありませんかと。例えば仕事がうまくいってないのを忘れる時間とかね、そういうふうにこう上げていくと、それを他のことで変えていけば結構分散できますよっていう。はい、次、彼に期待しすぎている。こういう女性も多いです。彼は私を幸せにしなくてはならないと思っている女性がいます。付き合っているんだから幸せにするのは当然だと思っているのです。幸せとは女性によっては
彼がデート代を払ってくれることで感じたり、遊園地に連れて行ってくれることで感じたりします。そのような自分が望む愛情表現をされていないと、愛されている自信を失い、ストレスをためて不安になるんです。しかもその友達に話すとき、話すじゃん、私の彼氏は全然会ってくれないみたいな。そうするとその友達が信じられない、そんなの彼氏じゃないみたいな、でそうやって言われるとよりその彼ひどいと思っちゃうわけですよ。わかりますかね。わかります。でもそんな友達に言ってるのって大したことないよ。うん、そうですね。そう、なんか言いたいですか。いえ、 OK。 対処法としては、かつて情熱的にアプローチをしてきたので、彼は昔その最初の頃は情熱的にアプローチをしてきたので、あなたは彼に本気になったかもしれません。そしてそれが今なくなったので不安になっているのかもしれません。でも最初の情熱的な気持ちが次第に冷めていくのは自然なことですと。これはジョン・グレイさんも言ってます。みんな言ってますね、あの恋愛の先生たちはね。この気持ちを維持してほしいと期待すれば、彼の心はどんどん離れていくでしょう。もっと会ってよ、もっと何、最初の頃のようにデートしてよって言えば、彼の気持ちはどんどん離れていきますと。そのような期待はね、彼が今してくれていることに目を向けましょう。わかりますか。わかります。そう、わかりますよね。はい。まあ、彼もその冷めてるなりに頑張ってたりしますからね。でそれを頑張ってるって言われると、ちょっと嬉しくなって頑張りたくなるっていう、まあ、そういうことを書くと、なんで私はそこまでしてあげなくちゃいけないのなんて思ったりしますよね。そういう人がいるんです。こっち側が全然みたいな。そうそう、なんか私が男に媚びてる。なんならその僕はまあツイッターでは書かないけど、そういうこと書いたりするとしましょう。そうするとなんか、なんで女がそこまで媚びなきゃいけないんですかみたいな、男は男尊女卑ですかみたいな、いやそうじゃないって言いたいんだけど、いやそうだったら別れればいいじゃんと思うよね。うん、だからなんだろうな、まあお互いにそうだってことですよね。でこっちは好きだからしょうがないってこともありますね。はい。時間軸が短い。今この瞬間愛されていることが確認できないと不安になる女性がいます。だからもうその場その場で愛してほしいっていうね。先週デートに連れて行ってもらったばっかりなのに、今週仕事で会えないと言われると、もう愛されてない気がして不安になるんです。対処法、たった1日で彼のあなたへの気持ちが変わるわけではありません。もう少し長い時間の中で彼との関係を考えましょう。だからもう1ヶ月ぐらいの単位で考えろと。この時間軸って、とても大事ですよね。大事ですね。さすがですね。はい、そうです。これでなんかそれでカッとなったり悲しくなったりで言っちゃって取り返しつかなくなったりするじゃないですか。そうですね。だから長くすると、そう、もっと許せるようになるし、そうですね、自分も変わりますよね。そう、今日今思ってることと、うん、次の日になったらそんな大したことじゃなかったな。そういう時間軸ね。あ、そう、そういうの分かる分かる。今カッとなっても、そう、まあ、明日怒ろうみたいな、そう、ね、怒るのは明日にしようと思うと、すごいやばいな、あの昨日のあの時間帯っていうね。そう、そう、それはあります。そう、そういう意味でも時間は重要ですよね。はい。あるいは何だろうな、だからその彼が今日ごめん忙しいからデートに行けないわ、うん、と言われた瞬間、うわ私も愛されてないみたいな、いや彼も別にあなたの所有物じゃないからみたいな。そうですね。彼は仕事に忙しい時もあるでしょ。そうですね。でなんか、うん、あのコンスタントにあのもう会ってると、うんっていうんですか、週1とかで会ってると、うん、会えない1週間があるとえっとか思いがちなんですけど、 そうね、うん、それもなんか長い目で時間で見ると、そう、まあじゃあ来週会えればいいかみたいな、でまあ その次の週無理でも、そうそうそう、みたいな感じ。そもそも毎週会ってくれてるその人の場合はね、彼かなり努力してるなっていう、うん、まあ努力というかそれも好きっていう気持ちもあるかもしれないけど、まあいろいろしてくれてますよねと思いますよね、うん、でもなんか友達とかが、デートに仕事で来れないなんてありえないみたいな、うん、でそいつもその女性もこの彼女が言ってほしいこと言ってるだけだったりしますからね、うん、うん、あの思ってないけど言ってるってこともありますからね、うん、今日目が覚めてますね。あ、そうですか。OK。すぐに態度や言葉に出す。愛されているかどうかが不安になると、すぐに聞いてしまう女性がいます。浮気を疑えば、すぐにそれを口にすると。疑いが晴れないなら、彼をとことん追い詰めたりします。まあ、こういう人多いよね。まあ、こういう人は本当に恋愛のことを知らない人なんだな。対処法を一つ言えることは、もし彼があなたを愛していなくても、愛していると聞かれれば、愛していると答えることがあるということ。つまり恋人から本音が聞けるとは限らないということです。はい、水曜日にあったそのミコリーさんのゼミで扱った本では、それはアメリカ人が書いてるんですよね。アメリカ人の弁護士と医者と、会計士がなんかモテモテのそういう3人が本を書いた、男はこんなこと考えてるみたいに書いてる本があるんですけど、その本の中でもう男性は愛してるって言わないって書いてあるんです。
なんかアメリカ人って言いそうな気がしません？ああそうですね。で日本人はそういう文化だとか言うけど、うん、そのアメリカ人のそのモテモテのやつらが書いた本も男は言わないって書いてあるんですよ。そしてミコリーさんに聞いたら、オーストラリアに20年ぐらい住んでるミコリーさんに聞いたら、うん、言わないよって言うんですよ。言いそうな気がするなと思って。なんか本当に愛してたら言うんですかね。いやなんで最初のうちは言う、最初のうちはそれは日本人も同じだから。でももう、求められれば言うけど、求められてもなんかミコリさんは言わないかもみたいな。男性はなんか Me Too とかも言わないみたいな。へー。だから男性は世界中言わないんですよ。あ、そうなのかな。そうなんか、それで言うとね、日本人なんか、待機児童だったかな、なんかいろんなことで、なんとかな、そうさ、女性の家庭で、女性はその仕事を、うん、男性よりやりすぎてる。日本はそういうなんか女性を、公平じゃないみたいな。でもそれもなんだっけ、パリ・ダカーポみたいな人が書いてる、アメリカ人が書いてる恋愛のなんかいろんなものを調査して本にした、なんで男は喧嘩の時黙るのかって本の中で、アメリカ人もほとんど家事は女性がしてるんですよ。うん、だからなんでしょうね、世界中似てるよって言いたい。まあそれ置いといて、だからその愛してるとか言わないんです。でも不安になって聞いちゃうわけですよ、女性はね、一部ので。同時に彼の愛情を確認するたびに、だから聞いちゃう女性がいますよね。私のことどう思ってるの、私のこと愛してるみたいな、あるいは他の人好きになったりしないみたいな、聞くたびに彼は冷めていく。そもそもその愛してるって言わされること自体が冷めるんですよ。なんか愛してない、実はね、その愛してないんです、別に。もう長く付き合ってるわ。わかります？なんつうの、万年化してるというか、わざわざ言うことでもないというか、離れていけば気持ちは高まりますよ。でその時に、じゃあ私のこと愛してるって聞いてきたら、愛してるって言わされちゃうわけじゃん。でも言わない男性もいっぱいいますよね、聞いてもね。うん、言わないんだったらそれちょっとありがたい。うん、逆にね。逆に。で言った時に、自分は嘘をついてるわけですよ。嘘をつかせてる人嫌いになるんですよ。わかりますかね。わかります。うんうん、でなんか好きって言ってるねみたいな、あれはどういうことなのって、お前が言わせたんだろうみたいなのあるじゃん。うん、子供になんか例えば、勉強するって言わしといて、もう勉強してないじゃないかみたいな。いや親が言わしたんでしょって、わかりますかね。そういうふうになんか強制されてる感じがより冷めさせていく。たとえ付き始めはあなたを愛していても、あなたの度重なる要求や不機嫌な態度、愛情の確認により彼は疲れてしまうんですと。はい。でまあこれは あなたが変われば彼も変わる。これまで見てきた恋愛相談を振り返ると、僕はまあいろんな恋愛相談をしているんですけれども、これらの行動をすぐ変えるのは大変です。そうなんですよ、助言してもなかなか変わらないんですよ。まあ悪い習慣というかね、大変なんですけれども日々の努力で徐々にも変えていきましょうと。だから今日はいっぱい彼に愛してると聞かなかった、我慢できたみたいな、ある日は聞いちゃったけどまた我慢してみたいなことを繰り返していくと、あなたが変わってきて、あなたが変わればこれまでと違った良い恋愛関係を築ける、良い恋愛関係を築ければいい習慣が身についていくと。うん、質問ありますか？ないです。次行きましょう。はい、今週のニュースを恋愛できる。はい、このコーナーは今週のニュースを恋愛という視点できるというコーナーです。大杉蓮さん休止を予言していた1週間前に、ヤフー知恵袋に投稿された不吉な質問の真相究明。大杉蓮さん知ってますよ。知ってますし、もしかして一緒に仕事した？ね、一緒にサッカーのやってて、一緒にサッカーをやってる。サッカーをやってるんですけど、サッカー大杉蓮さんがやっていた。やっていてチーム作ってて、それの草サッカーのね、あ、草野球みたいな。はい、そうです。うん、それで日曜日とかにお仕事ない時に組んで試合とかやってて、うん、それを一緒にやってるメンバーが、うん、事務所の先輩だったんですよ、はい、かつて、はい、だから一緒に連れてってもらって、おうおう、千葉の方の合宿場に一緒に行ったことがあったんです。大杉さん、そう、何年か10年ぐらい、あ、そんなに前じゃん、あ、あ、そうか、まあ、そうだよ、ちょっと前と思ったら10年経ってるんですよ。そう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 、あっという間ですよね。そうそうそう、でそうだね、だからそう、まあちょっと知ってる人ではあるというか、そう、プライベートがあってるわけですからね。そうですね、何度も会ってないですけど、なんかいっぱいの宴会場とかで、なんかね、なんかキャンプみたいな感じでカレーみたいな食べたことがあるんですけど、でもその時は会ってるから、でこっちは向こうが有名な人なんで覚えてるけど、まあ、向こうはもうね、ずっと、うん、しょっちゅう